聖は、周朝の諸公国に橋を発し、青州、春秋時代、戦国時代にわたって、中国の東方に存在した国家である。国語は、単に、聖であるが、電子大聖以前の教師の聖と、以後の電子の聖を区別するために前者を、教師とし、後者を、電聖と称する。現在の山東省北部を中心に聖を張り、政治には、 三東省の大部分、河北省の東南部、河南省の東北部を支配した。戦国時代には、いわゆる戦国七尾の一国として、五情を誇り、旗が他の五国を滅ぼした後も、名脈を保った。聖は旗によって最後に滅ぼされた国である。創始者は、周の文王、武王の国士であった軍師の大公防御将である。 紀元前7世紀前半から中央にかけての16大君主の観光の時、京日都市における最盛期を迎え、観光は春秋後派の一人に数えられた。全391年、京日都市32大君主の高校の時、当時大部として牽制を振るっていたタワが、高校を会場の孤島に追放、高校は職有として城を一つ与えられ、 祖先の礼を祀ることだけを許された。タワは自立して、聖の君主となり、百386年、衆の安王により、諸公の一人として認められた。正式に公となったタワは、国語を、京日都市と同じく、彩とした。百344年、成功だった。殿院は自ら、聖王を名乗り、衆王室から独立した。以後、戦国、七王の一国として、 独立を維持したが、全221年、旗の王本、盲点らの再攻略により滅亡した。聖の国とは臨死であり、救命を永久と称した。紀元前9世紀の国王の代に薄重止めにせんと、したが短期間に終わり、時代の健康の代に永久に戻した。臨死は東方の大国の首都として、戦国時代には、 東大随一の都市として繁栄した。聖の刀兵三島博物館所蔵、大工房の呪風国鳥輪氏の復元模型成の歴史は青州の初年まで遡る。武王が牧野の戦いで陰を破り、滅ぼすと州長を開き、後進には領地を与え報いた。戦王の文王と武王の第二、国士、軍史として州を支えた後進の両将は永久に領地を与えられ、 国名をサイトした。生が、強制のため、強制生国とも呼ばれる。永久に赴任後、旅商は隣接する雷の属長の攻撃を防いだ。旅商は、永久の住民の収束に従い、儀礼を簡素にした。永久が位置する三島は農業に不適な立地だったが、漁業と声援によって生は国力を増した。生の地位は、諸行の中でも崇高なものであった。 武王が崩御すると、後を継いだ聖王が年少であったために、叔父の周公丹が失勢した。これを心よく思わなかった、周公丹の兄弟の監宿新た、再宿度、各宿ところは、院の中央のこの武功を擁立し、反乱を起こした。周公の統制により三年かけて鎮圧された。これによりメシ公を、捨て者として、東の海、西の甲が、南の牧稜関、 北の無台に至る地域の五高九白の諸侯が反乱を起こしたとき、反乱者を撃つ権限を与えると州から命じられた。政は政罰する権限を得て永久に遠きづき大国となった。政は隣国の路と共に州王朝の最も重要な諸侯国の一つであった。政は州の軍事作戦で積極的に役割を果たした。早期の歴史集の皇王の代。 皇王の所持している宝物を、帝皇、守るの二大君主の紅白と進むの二大君主、信仰章と修皇丹の琥珀金に与えられた。帝皇から三代後の愛皇は、気候の真ことにより、周の恵比寿王の命で二冊にされる。愛皇の死後、異母帝の皇子姓が、聖の君主となった。前8 6 6年、孔皇,皇は、木からの防衛のために、 永久から薄重止めに戦とした。この暴動に、聖の人民は怒った。先代の愛好の同母帝の皇子さんが、古庫を殺し、国庫の子を国外に追放した。首都を薄重止めから臨死に戻し、不足意した。健康の二代後、孫のハゲム公が君主となった。ハゲム公は暴虐で国民は彼を恨んだ。ついには、国庫の子を聖に入国させ、霊皇を殺した。 しかし、古行の子は皆戦死した。そのため、聖人は、ハゲム皇のこの講子役を,を擁立し即位させた。文皇は、父のハゲム皇の暗殺に関わった七十人を、全員殺した治サム皇の小白春秋時代の初期、妻は主に、ロと争った。文皇の三代後、治サム皇が即位した。治サム皇は、帝の将校や、陰皇と名を結んだ。 両国からの援助を受けて、その後十数年間、気公は、他国と名を結び、僧を平定した。聖は、テートロの名で、宗長の王名に従わない、将校の僧、を平定した。元を攻め元の将校は守るに亡命した。そのため弟の官公を元の君主とした。また、僧の花父、ただしの乱を平定した。前706年、聖に、 北エビスが侵攻し、帝の孔子骨が救援し、撃破した。前702年、おさむは帝の将校の求めに応じ、栄と共に、路に侵攻し、炉で戦った。百699年、宋の要求により、宋、守る、縁の三国で帝を討伐した。気公のこの上皇の在位時に、国力はさらに強くなった。六百九十年、気が降伏し、 滅び、東の障害が消えた。前686年、サイトロデを攻めて降伏させた。観光の即位観光と観中紀元前685年、聖の大部の連勝と、下いたり父が上皇を殺し、高村無知を擁立した。宝宿川聖で大乱が起きることを危惧し、上皇の在位中に、皇子の昇白を巨に亡命させた。の大部中も、 公子九を炉に亡命させた。前六百八十五年、聖の大臣の陽林が、君主の無知と大部の連勝を殺し、国内に君主が無意となった。君子九と公子小白は後継を争った。漢中が小白を待ち伏せして暗殺しようとしていた。漢中は弓をいた。矢は小白の腹に当たり、小白は門取り打って倒れた。小白はそのまま死んだふりをして、 関中から逃げるために馬車を走らせ、次の宿場で部下に関桶を用意させ、また、巨の兵を国へ帰させて、自らの死を偽装したため、関中は小白が死んだものと思い込んで喜び、講子級に小白を殺したと報告した。競争相手が消えた、ひみこ級は、炉の兵を後ろにゆっくりと際に入ろうとした。しかし、小白が、密かに急行して、すでに、 生に入り成功になっていた。君子9は待ち構えていた小白に打ちのめされ、炉へ逃げ込んだ。冠中の矢は腹に当たったように見えたが、実は腰帯の留め金に当たっていた。小白は臨死で即位した。漢口の即位後、炉を攻撃しから土器で対戦し、炉軍は敗走した。宝粛は小皇は章を送った。その中には、家二種、国二君、家訓法創病、 孔子旧翼行総奪、非阜寺の吉みなり、家君も兄弟の親、忍ば塚陸、岩屋で宇上国、漢中、飯骨、家君のあだ、諸樹寺陸夫と死病と記されていた。路人苦いが及ぶのを恐れ、孔子旧を殺し、飯骨を自殺させ、漢中を牢に入れた。漢公は漢中を殺そうとしたが、宝宿が、公が、聖の君主であるだけでよいならば、 この私でも最小が務まりましょう。しかし、公が天下の覇者になりたいと思われるならば最小は冠中でなければなりませんと述べた。冠校は意見を取り入れ、冠中を殺すふりをして生に帰国させた。冠校と冠中は覇王になる術について会話し、大喜びし、ライブにして政治を行わせた。覇者春秋時代外用図観光は冠中を、 小国として改革を推行した。1684年に西の小国の丹を滅ぼし、軍を炉に向けた。1681年には県で漢公、宗の観光、鎮の先行、守るの恵み公帝の励む公と改名し、名手となった。これは観光が数留めの中原の名手となったことを表す。同年、水を滅ぼした。1680年、 宋は名役に背き、漢公は、州の天使を名義に、陳や宋などの諸公国を率いて、宋を討伐し、屈服させた。この数諸公国は一回目の、九合諸公と呼ばれる。全679年、宋、陳、守る、帝都で名を結んだ。当時、中原の諸公国は恵比寿敵の攻撃に悩まされていた。観光は、尊皇上位を旗印に、 聖獣や北敵、女、を討伐し、州を安定させた。また、丹、丹、水、塔の35国を滅ぼした。百6 6 4年、山敵を北伐し、ツバメを救った。戦後、縁の国君は感謝し、国境を越えても見送った。冠中は、諸侯の見送りは国境までと述べ、ツバメに領土を割譲するように求めた。 漢公は溝を掘るように命じて、そこを、縁との国境落とした。この話を聞きつけた諸公は、漢公の徳を知り、漢公に服属したという。百6 5 6年、帝の要請により、聖、牢、宋、陳、守る、帝、巨、宋の連合軍が蔡に進行した。蔡が敗れると、諸公はさらに当時力をつけていたスワを攻撃した。そして、その王が、 靴府館を派遣して諸公と名を交わさせた。全651年、漢口は諸公と青い旧の解明を取り行い、周王室より文王と武王の祭祀に用いた文部の総賜った。ここに漢口は覇者となった。春秋五派の一人に数えられている。これにより、京人氏の国力は最大となった。後継争い献身の漢中や質と友を 孔子らは相次いでこの世を去った。観光は晩年、猿真の公司解放、駅が、樹の、幹を徴用した。生の衰退が始まっていた。官公は観中が推していた、孔子省を大使とし、宋の上皇を後見人とした。官公43年、官公は、重病となった。ご公司は後継を争った。10月、官公は病死した。 ご公子が後継を争ったために生は混乱を迎えた。観光の死体は67日の間、農館、埋葬されることもなく、そのためついには扉から氏が生い出してきたという。駅が、ジュラは公子向きを擁立した。公子将は僧に亡命した。百6 4 2年春、僧の上皇は僧、守る、地の兵を率いて生を攻め。 孔子将を帰国させた。3月、宋の軍の圧力に駆使して、公師や国氏はじ成聖を無機を殺し、大使将を迎え入れた。しかし四公子の支持者が宋へ追い返した。同年5月、宋の上皇は再度出兵し四公子の軍を弦で打ち破り、大使将は聖の国との臨死で即位した。この動乱により、聖の国力は吸い落とし、 韓校の波行はついえた。高校の死後、その子を講師解放が殺し、公主藩が即位した。小校の死後、その子、教者が即位するが、わずか5ヶ月で講師商人に殺され、講師商人が即位する。4年後、以降は、以降に恨みを持つと、養殖により殺された。以降は凶慢となって、人心を失ったため、成人はその子を排した。 孔子元を守るから迎え入れられ即位した。後継争いは収束したが、聖の国力は吸落とし、進むと諏訪江が派を争った。波行の崩壊恵み港の死後、聖の国力は衰えた。頃公の在位時には、蔵の戦いで、進む軍に敗れた。霊公の在位時、蔡は命を破り、ロとエを討伐した。進むは、牢、そう、守る、帝。 そう、中、東、ち古の十二の諸公国と連合して迎え撃った。霊公は連合軍に大敗した。頃、公やや霊公の代は、強国進むに依存していて、かつての強国は幻となっていた。前567年、太公坊の代から争っていた雷を滅ぼした。領土は、三刀省の東部まで拡大し、東は海、西は甲河、南は大山。 北は無退水となった第二の映画規制は、皇族の国氏皇氏がタスク制し、その後、皇氏彩氏慶氏安氏皇氏乱氏等の京や大部が手のひら制し、京や大部の勢力は日に日に増して、さらには、聖の国君までを廃するようになった。西女は、皇士校を廃し、将校を即位させ、調整を掌握した。後に将校は、 最女の誤妻と密通した。最女は激怒して、将校を殺した。将校の弟の孔子昇臼を、国君とした。紀元前546年、左将の喜び風は、彩子を滅ぼし、最女は自殺した。紀元前545年、孔子と孔子、乱氏らは、京子を滅ぼし、喜び風は、呉に亡命した。その後、 生の大部安永が国政を取った。安永は常に社食を第一に考えて、上を恐れず歓迎を行い、人民に絶大な人気を誇り、君主も彼をはばかった。また失踪を心がけ、肉が食卓に出ることが稀だった。また狐の毛皮から仕立てた一枚りの服を三十年も着ていたという。安永の手腕により傾向の下で、覇者、観光の時代に次ぐ、 第二の映画期を迎え、孔子も聖での士官を望んだほどである。伝子の戦王起源前532年、二年、恵孔の子孫の乱子と孔子は、孔子と伝子により滅亡し、乱世と孔強氏は炉に亡命した。聖の皇族の勢いは大幅に減少した。伝子は、陳の孔子の伝官の子孫であった。陳で内乱が起きると、伝官は聖に亡命し、漢公により、 後世に任命された。殿下の五代、後ろ田寛氏は傾向から、乱主と高氏の領地財産を与えられるが、安永の勧めでそれらを辞退し、高等を与えられた。沈むは交通の要衝である、この地を得たことで、経済的に強大化していった。殿氏の子孫の伝民のるそは、進む、縁の領軍を破り、湿地を取り戻した。この校により、大芝に任命された。 電子の勢力が拡大は危惧した、高張と国夏は傾向に還元し、柴実のは面冠された。伝官のこの伝吉子高氏と国氏を信仰を重ねたが、その一方で他の大部たちに対しては両氏への反感を煽っていた。紀元前500年、安永がこの世を去った。このため、公氏と国氏の両家が調整を掌握した。紀元前489年、傾向は、 病が重くなり、国夏と高張は年少の子下を大使とする異名を命じた。伝骨は政変を起こし、公子と国子の両家を滅ぼした。高張は殺され、国夏は巨に遅御は炉に亡命した。伝骨は遅し下を殺して、法薪ラッシュ大部の擁立した年長の公子妖精を国君とした。紀元前485年、アワビ。 生きらにより痛み孔を殺される。孔子水の絵を、国君とした。伝骨のこの電子下は、土目と共に、左右の層となった。紀元前481年、伝久氏は政変を起こし、土目と観光を殺し観光の弟の孔子を、国君とした。この後、伝久氏は、政の体験を握り、孔子や安子などの所属を中止した。伝子は、平行、先行、 高校の三代にわたって実権を握った。京筆都市の滅亡前391年、京筆都市の最後の君主の高校は、タワにより、海島の孤島に追放された。職友に一条与えられ、祖先を祀ることを許された。タワは自立し君主となった。百386年、タワは、州の安王により、諸公に列された。これにより、京成のせいから、 伝子の際にとって変わられた。タワは正式にこうとなり、国語を京日都市時代と同じく、祭とした。これを伝歳という。この出来事は伝子代、生という。伝氏は戦国七尾の一つである。百379年、高校が死し、京日都市は絶えた。桂領、馬領の戦い、太公の二代後、この漢閤は臨死に、 日々科学宮を開き、各国の賢人を招き入れた。これは、伊王や千王の代にも続き、東方の学問の中心地となった。この伊王が即位し、数奇を小国に任命し政治を改革させた。タキや孫貧を将軍とし、軍事力も強大化させた。全353年、当時の最強国の義は、蝶の国との簡単を攻めた。蝶は生に救いを求め、 簡単の落城と共に出兵して、カツ領で義を大敗させた。この大敗により、藩は、サイと組義ギット敵対した。しかし、藩は、ギとご度戦ってご度負けた。逆に、義に滅ぼされそうになった藩は、生に援軍を求めた。ギットサイは激突した。義軍僧大将の大使猿は、捕虜となり、宝剣は戦死させるという対象であった。これにより義は衰退していく。 王を名乗る前334年、伊王は、義の慶王と共に正式に王号を自称した。伊王の晩年、国将の数期と将軍の滝が対立した。前322年、滝は臨手をも攻めたが落とせず、諏訪に亡命した。この戦後遅位後に、生に戻った。東三角前314年、縁でここれの乱が発生した。帽子の検索により、 大ごとの兵を率いてツバメへ侵攻することを今日明に命じた。前301年、斎と藩、ハン、ギ総攻め水佐の戦いで対勝した。前298年から前296年に、斎と藩、ハギが合張し、旗の観光席に侵攻し、旗にはを求めた。前288年、旗の小女王は、西三角、王は、 東御門を名乗り、共同で長を攻めた。蘇大は、帝号を名乗る、不利益を解き、王は王号にまた称した。同年12月、両綾が真に派遣され称、女王の帝号を王号にまた称した。前286年、壮の内乱に応じて、壮を滅ぼし、南はそ、西では三進むに進行した。伝人氏は、前世紀を迎えた。 合唱軍の進行層の滅亡に、諸国は危機感を募らせた。旗は、長や外和輪を結んだ。百284年、縁の将を和学期を上将軍に任命し、縁、旗、藩、蝶、義の五国合唱軍は、墨西の戦いで西軍を大敗させた。合唱軍は解散したが、燕は、追撃を続け国との臨死のほか、74条を落とした。聖の領地は、 巨と即墨のみとなった。国都の臨死を落とされた王は巨に逃亡したが、蘇が救援のために派遣した場に殺された。王村家や巨の人は王の仇の場を殺し、王のこの宝鐘を女王,王に立て必死に縁の攻撃に抵抗し、巨を守った。他人への復刻戦国の七尾外洋図巨と共に即墨も縁の攻撃に必死に抵抗した。即墨の大部は、 学期の策にかかり戦死したため、木打の兵士や民衆は、皇族の他人へを将にした。5年が過ぎ前二百279年に、メの将王がこの世を去り、慶王が縁王となった。慶王は学期を恨んでいたため、他人へは、反感の慶を使った。学期は将軍を罷免され、慶王は、貴公を将軍とした。命の危険を感じた学期は長に亡命した。 タヒトエは後生に出て、非牛の陣で、援軍を大敗させた。ついに才は七十四条を取り戻した。タヒ人へはこの項により、小国に任命された。しかし、旗と共に帝王を名乗っていた時代の力はなく、旗の統一に抵抗することはできなかった。生の滅亡前265年、女王が死に、このただては即位した。母の苦悩校が、タスク制した。 全249年、訓農公がこの世を去り、訓農公の続定の高価値が失勢した。高価値は旗から賄賂を受け取り、旗の都合のいいように主張した。ただては、高価値の主張を聞き入れ、五国の滅亡を傍観し、軍事を強化しなかった。五国が滅亡すると、ただては旗が侵攻することを恐れ、将軍や軍隊は、西部の辺境に集結した。全221年、 はた王政は、政の攻略を王本に命じた。新軍は、西軍の主力が集結した西部を避け、元燕の南部から南下し、林氏へ侵攻した。西軍は、新軍からの、突然の北面からの侵攻に、不意を疲れが返した。ただては降伏し、西は滅亡した。ただては、義の丘陵の五百里の遊へ赴もむいたが、食料を断た,たれ、餓死した。政の地に、 西軍と牢屋軍を置いた。旗は中華を統一し、統一王朝の新朝となった。産業と経済性の当選現在の山東省北部を中心に、春秋、戦国時代の東の大国であった際は、魚や塩の産地で、経済的にも富裕であった。また、製鉄業も盛んで、絹織物の産地でもあった。 観光によって最小に取り立てられた冠中は、生の国力を増大させることに意を用い、内政改革を進めて3万人の常備軍を組織し、布国協兵に成功して、尊能常用となえて、春秋の五派における第一の覇者となった。春秋戦国時代にあっては品質を保ちやすく、保管、携帯しやすい、制度貨幣が一般化していくが、生では、長や縁、 中山国と同様、当選が用いられた。当選は、狩猟や漁労の際に用いられる小刀が原型であると言われる。この時代の中国では、管理や兵士に対して、以外でも、労働の対価として貨幣によって賃金が支払われる行為が始まっており、安心春秋には、生の安永が工事によって休眠に賃金を与えたという記録がある。なお、 諸子百科と呼ばれる春秋戦国の多様な思想家、学派では貨幣をめぐる論議が盛んになされた。貨幣経済の広がりは思想、文化においても大きな影響を与えたのである。臨死の繁栄性の都の臨死は7万個を要する大都市で商業が発展し、貴族の宮殿や僧廟が立ち並び、市場も各地の産物で賑わった。人々は、こと、 質といった楽器の奏でる音曲に親しみ、統計玉蹴り、将棋などの娯楽を楽しんだ。街路は馬車が行き交い、人々がすれ違う時、肩が互いに触れ合うほどの陰心ぶりであったと伝わっている。成功西周期にあっては、聖堂芸術は文化の重要な構成部分の一つとなっているが、聖の地で製造されたものとしては豊かや、 聖光などの聖銅器の名品が知られている。聖光は現在、上海博物館の所蔵品となっており、聖光が、夫人のために作らせた水木だと言われている。宮廷音楽春秋時代に、中国各地を有歴した講師が、聖の国で合奏を聞き、3ヶ月もの間肉を食べることも忘れるほど、その音色に感動したという逸話がある。これは、 聖王春が作ったという伝承を持つ、省楽と称せられる楽曲で、歌も歌え、合わせて踊ることもできるというものであった。キビカの学具紀元前4世紀、聖の聖事をもたらしたイオウや聖王は、各地から多くの学者を集めた。臨死の十三の縄文のうち最門の一つである、キビ門の近くの邸宅のキビカの学具が与えられた。これらの学者には、 多額の資金を支給して、学問、思想の研究、著述に当たらせた。こうした学者たちは、キビカの学士、キビ下先生などとも呼ばれ、同教の始祖の創始、音名家の数円税務子であった、純恩、同家である他変、同家にも法家にも属する、真意いたる、これも、同家の説よ、もう一人の著名な同家で、玉木縁、昭和る説を唱えた儒家の子、 白馬ヒューマ説で有名なチ語説、牧家系統だがどうかでもあるそう。これも、牧家系統であるがどうかでもある因文、標本を入る世にの高い尊品などが著名である。キビカの学士は、イオの代には72人、千王の代には約千人に達したという人気であった。このような積極的な人材登用に刺激されたのか、生前説で有名な孟氏も生に主観しに来た。しかし孟氏は、 報給ももらわずただ論争するのみの学士と同等に、されたくなく、キビカの学士と同じ対応を拒み、戦王の死としての対応を要求した。キビカの学士たちは日々論争し、人々はこれを百科聡明と呼んだ。様々な思想や学問が接触し、学者たちの間で討論が行われることで、論理が磨かれ、相互理解を深めることにつながった。 こうして形成された様々な学問は、キビカの学とも呼ばれる。このように討論をするので、キビカの学士は、弁論術に磨きをかけ、論理を新たにしていった。そのような人物は、戦国時代では、弁者や、殺者と呼ばれていた。生は、紀元前三世紀まで、学問の中心地となっていた。生の頂上、生の頂上、生の頂上は、 中国の現存する頂上でロトの国境に築かれた。紀元前441年に生が築き始めて戦国時代に完成した。炉屋初期には進むやこし、後にはその攻撃から防御した。現在の山東省最南市から人東市までの雷下伏、台安市、小江城市、白市、義美名元の県、林県、安急市、諸城市、義水県、巨県、 五連県に築かれた。全長は600キロメートル。頂上のほとんどは謙遜していて、見ることができる。中国春秋時代の際の主婦とされた都市。中央室により、東海地方に封じられた大工房によって築かれる。最初永久、後に名を改め、臨手となった。春秋戦国時代を通して、最大の大都市であり、前世紀の紀元前4世紀の個数は7万個。 人口は、成人男性だけで少なくとも21万人、合計は35万人に達した。土壌が痩せていて濃厚に適さないことから、製鉄、銅の精錬、陶器製造、織物など工業を中心とした町づくりが進められた。観光の時代には、最小観中によって、都市整備がなされ、当時屈指の工業都市となった。城は、王の住むおぎと住民の住む大城が連なり、 周囲2 1トル、面積は15平方キロメートルだった。城内には、井の字形に、王子が走り、排水などの都市機能も完備されていたことが、今に残る都の城跡から確認できる。青州から関までの時代、最も豊かな文化を生み出した。臨子古城臨子古城の簡略図臨子古城3号排水口、遺跡臨子古城は、西の都の城の遺跡。 大城と小木に分かれていて、小木は大城の西南にある。領城の総面積は15平方メートルで、11の門がある。城壁の幅は約30メートルで堅固な防御機能を有していた。小木は東西1.4キロメートル、南北2.2キロメートルで宮殿と三本の道がある。観光台の遺跡が現存していて、楕円型で高さは14メートルである。 大城は東西3 5キロメートル、南北は4 2キロメートルで、巨民区や生産区となっている。7本の道と6つの試行錯誤の遺跡が見つかった。また、2つの古代の墓が見つかっていて、その中の北東部に20個の大中型の墓が見つかった。1つの墓は発掘されている。京筆都市の京図初代君主の大工房両商王妃、3歳。 杖田ダ殿下り伝殿都殿境殿下り伝広、太陽子女講師公費皇族郷、大武将軍分身上昇講子恩苗家。ありがとうございます。